り上がり。おお。あ。というわけで、なんか僕の LINE のスタンプができたらしい、はい、らしいんだけど、こんな俺今金髪じゃないし、うん、こんな遊ばしてないし、これ需要あるかな。ないよ。俺もそう思うけど、この中で唯一あの使えるスタンプって成り上がりぐらいだから。ジャスティス。ジャスティスか。ジャスティス。というわけで、まあそんな感じで最後にちょっとピエロさんにメッセージを送ろうかなって思います。何？てなわけで、まあ、まあ、結局、まあ、僕の LINE スタンプができたっていうことで、本当にまあ、皆様よかったら、まあ、チェックしてみてくれたらなというふうに、ピルさんが言ってました、さっき。はい。てなわけで、まあ、詳しくはね、なんか概要欄とか書いてあるっぽいんで、まあ、今から本編行くんですか、これ。本編行きますか。というわけで、まあ、今から、本編、よかったら、楽しんじゃってください。なりゃい、おはようございます、皆さん。というわけで、まあ、まあ、明日、まあ、前日なんですけど、長野のケーズ松本店さんっていうのが初めての店なんですけど、でそこで実践があるということで、まあ、こうやってね、前日にオープニングを撮るっていう策を取ろうかなと私思いまして、っていうのも初めての長野県なんですよ。初めての長野県でゴールデンウィークめっちゃ会いに来てくれるやんというふうに僕思いまして、やっぱそのね、オープニング撮ってる時間すら、まあやっぱね、これやる時間に変えたいなというふうに思いまして、まあ先に撮っておいた方が楽じゃねっていう結論ですね。というわけでオープニング、まあね、大のラインナップとか見た感じどうだろう、海鮮ハウス絆が大数めっちゃ多いんで100倍以内引いたらそこ絶対座ろうと思います。予言します、絶対いい番号引いてみせます。ほんと、これほんと。というわけで、まあ明日長野でケーズ松本さんですね、気合い入れていきたいなというふうに思います。ちょっと狭いからできるかな、わかんないけど、まあ今から電車乗っていくんで、よくパチンコでもあるじゃないですか、まあ先告知みたいな感じですね、これ言ったら。だからまあ順調みたいな感じやから、なんだろう、先成り上がり、成り上がりしましょう。じゃあ行きましょう。よし、行こう。明日ケーズ松本店さんで差し上がり。てなわけで、本日ケーズ松本店さん、もう長野初めて、もうスキー場のイメージなんですけど、まあ、スキー行くってなったらスキースノボ行くってなったら長野か滋賀かみたいな、僕の地元やったらねってな感じなんですけど、まあ僕1回しか行ったことない、2回かなしか行ったことないんですけど、でも初めて、人生初のところなんで、ちょっと気合い入れて頑張りたいなというふうに思います。頑張りましょう、頑張りましょう。よし、うぜぇ、うれぇあっくぇ、うれぇあっくぇ、おい884万、もういいいいいい、もういいよ、もういや近いっすね。もうやだわやだわ、ありがとうございます。よし、行こう、ありがとうございます、ありがとうございます。よし、行こう、どうです、あー、オッケーオッケー、スロット開いてないっていう情報が今来ましたね。さあどうしよう、じゃあパチンコがね、まー、沼行くか、沼行こう、打てないときは沼、はいはい、打てないときは沼、沼で行こう。成り上がり。本日は初めての店舗さん、
沼からとりあえずスタートしたいなというふうに思います。やっぱねスロットに行きたかったっていうのはあるんですけど、まあ抽選が抽選ですから、とりあえずまずは沼で様子見て、ね、まあパチンコ打ってる、まあこれ当たらなかったら動画にならないかもしれないですけど、一瞬でバーンって切られるかもしれないですけど、とりあえずまあまたね、もう今もうお客さん来てくれた方対応してて、もう11時過ぎぐらいなんですけど、まだ13時ぐらいにもう一回お客さん対応して、でそっからスロットになると思うんでお楽しみください。ごめんなさい、プレミアでやら当たらんわ。もうはい、というわけで、まあ、パチンコ終わって、今2時半ようやくスロットで打てました。というわけで中央、まあサバちゃん当たりめっちゃ重い566分の1やけど、まあちょっと打っていきましょう。でごめんなさい、僕このラインマジで初打ちやから何か何か全く分からん。ただ A プラス ART ってことは知ってます。あとダチョウが壊れるってことも知ってます。以上。どうしよう、うわ、ジョニーいるやん。うわ、これ、めっちゃあるな。決定したよ、マスクマンにしよう。すげえカスタムできんな。動物でもなんでもねえよ。とりあえずゾーボーナスいけばいいですよね。あれが一番強いですよね。ジャングル、ジャングル、獣玉、うわ、すげえ。そんなカスタムできんねや。もう通常時からなんや、結構どっぷり。お前めっちゃ悪いやつやん、犯罪者やん、盗んできたやろそれ。あ、全員カスタムできるんだ、全員カスタムしようじゃん。言って言って、それ先に言ってよ。マングースはピエロさんにしとこう。オーケー、いいね、なんかちょっと面白くなってきたぞ。めっちゃ熱そうやねんけど、キリンおるやん、シマウマ。これは強フラグ、強チェリーかね、これが強チェリーやね。ボーナス当選期待度 50% ですからね。まあエース見ましょう、絶対熱いわこんなもん。はい、ぼやせ、かっこいいな。前作もありましたね、こんな。リーチベ、払い出しない。昔はこれベルやったけど、多分リーチベでしょう。まあ当たってると思うんですけど、普通に打ちましょうか。あー、狙う？いや、外そう。あ、レアクだったよ。レアクでしたね。はいですね、ボーナス、ダチョウビッグですね、ダチョウ、ダチョウ、これがビッグボーナス。 OKOK、 ーーーーかっこいいね。いやもうヘルメット中学生が一番いいわ。 OK、 行こう。で、なんか押し順で2個当てるみたいな感じですよね。で、肉の数だけ、チャンスのチャンス、これが正解。まあ肉いっぱい持ってこいよと。お、え？何が起こった？したんすけど。何これ、ありがとうございます。なんでビッグ中からサバンナチャンス、もう食べられないかば、まあようわからんけど、やったー、めちゃめちゃ重たいと言われているサバンナチャンス当てることがで、ゲットすることができました。やった。まあこれ獣玉集めるタイプのやつですね。ゲームの玉、ゲーっと相変わらずやね。やったぜ、何も知らん間に行きましたね。
ザ・キング・オブ・ビースト、めっちゃかっこいいやんけ。ほんまに中央かこれ。いきます。今までとちょっとちゃいますね。今まではサバンナチャンスやったのにちょっとちゃいましたわ。よし頑張ろう。まあ初期ゲームを決めるみたいなんですけど、その振り分けがなんかモードみたいなのがあって、モードっていうか、8パターンくらいあるのかな、30ゲーム固定と30ゲームプラス30ゲームの80パループの、ループのせいみたいなっていうのがまあなんか用意されてて、基本 90% で50ゲームっぽいですね、この当たり方すると。いやーマジか、こんな早くにサバちゃんできるとは思わなかった。ガオガオガオっつって、あとは AT 中ウーバー流れてる最高なんですけどね。オーケー、これがサバンナチャレンジ最初に入るやつですね。いきましょう。基本は50なのかな。一撃いこう、オーラーと、獣玉も1個、獣玉も実はループで乗る可能性があると。いきましょう。溶岩、まあこれなんかベルレンの時の、なんだっけ、獣玉の乗せのクタイルが変わってくるっぽい。バカバカバッパバラバッパバッパー、曲変われるやろこれ。ベルレンすればいいんだね。3連すると熱いっぽい。でステージによっては2連でも熱いと。まあ、ただ順当に関してはかなり低い 1.4 なんで、まあエウレカっすね。ベルレンなかなかむずいっす。おっとゴリ、下段ゴリ、ベルか、あーごめんチャンス目やねん。じゃあ全然キャブの生ゲット。おおいいね、2連、押せー後期。よいしょ。でチェリーか、ジャックチェリーかな。おーチャンス目、チャンス目か。あリーチ目でしょ、さすがにこれ当たったっすね。ですね、はい当たりましたね。オーケー、いいぞ。これはビーストジャンスたまるでしょう。いいよ、しゃいくぜ。あと2個ね、ビーストジャンスね。3択当て、ビーストアタックやで、ごめんごめん。さあ3択当てまくろう。まあオール順押していきますけどね、ブレてもしょうがないんで。ガオガオガ惜しい。山の玉をゲット。 OK、 これでゲットっすね。これでビーストアタックストック。よし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 、いいぞ。今回は特化ゾーンがやっぱよく来る台なんすね。こういうボーナスでもよくたまるし、レアグでもたまるしと。はいよ、というわけで、はい、かっこいいね本当に。426倍でゲボルダも4個上乗せでビストアタックストックと。オーケーオーケー、頑張りましょう。はい、というわけでビストアタックいきましょう。今回ライオン2みたいです。はいはいはい、ゴリエスっすね、ゴリダイスティいきましょう。継続ループ率 80% っぽいっす。いきましょう。オーケー、大丈夫ですね。バナナの恨み晴らします。いきまーす。何これ、ゴリラズから 30 ボーナスゲットはいや、めっちゃ早い。そうだね、俺こんな引き強かったっけチャンス目の一部で多分ゴリラ覚醒入ったっぽいんですけど、今取れなかったかな。オーケー、ビーストアタックまだストックしましたね。なるほどね、それ ART
定性能高ければと。ただボーナスいけてるからですけどね、これは。はいよー。はい、てなわけでビンストチャンス1個ストックした状態で、591枚で、あ、ごめん、ビンストアタックね、何回間違えんねん。で、まだゴリラ S いからですよね、さすがに。で、獣の名は、めっちゃ溜まったぞ。ジャクチェリーも本気出せばこんなもんだね。お、これまたストックじゃねえか。チャンス目、あ、ベル、あ、チャンス目。獣の名は、ボックスボックスで、もう一個ストックね。やば、すげえな、めっちゃストックしてるけど。めっちゃ準備中というか、レア役でめっちゃ黙んな。やばくね、やばくね、マジでやべんだけど、どうした。やばいやばいやばい。もうゴリラもびっくりだろこれ。はい、やば、ちょ、箱ほやばいね。ちょろくね、この台ちょろくね、そうでもないのかな。めちゃ甘いんだけど。かわいいな、ダチョウ。オーライ、うまい、オーケー。というわけで、はい、終了だね。何個食べれた。2個が3個、3個で783枚。めちゃ、あと1個でまた溜まるからね。やばいね、かなり今いけてると思います。やれてますね。2連またベル引いたらたまんじゃない。あー、惜しい、たまりましたね。オーケー、これで3つストックやね。え、あ、ベルレンしてんねや今。クソ溜めてる、クソ溜めてます。やべえな。まあ大丈夫でしょう。まあこれはもう、え、ゴリラからもスタートするんですかね。ああ、ゴリラからでしたね。あ、ほら、確信した、ゴリラ確信した。やべ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 、ゴリラ、嘘だろ。これはリプレイでも乗ってくれると、なんか5ゲーム間安心だから。はてな、はい、頑張るゴリ、頑張るゴリ、はてな。まあ3ゲーム間上乗せが続かなかったら終わるんですけど、まあ覚醒中なんで絶対終わらんと。やばい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 、あ、終わった。普通のゴリラになっちゃったね。まあでもリプレイ来るよな、普通に考えて。オーケーオーケーオーケー、頑張れ頑張れ頑張るゴリ、頑張るゴリ。リプレイでもいいんで上乗せさえ取ればいいんですよね、これ大丈夫でしょう。オーライ、面白いゴリ、いいゴリよ。オーケー、大して何もしてねえ。オーケー、ゴリラ、あー、終わった。というわけで、まあ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 、130のせいであと3つありますから、いきましょう。はい、というわけでビンストアタック、オーケー、いくぜ。誰だ、ゴリラ、またゴリラっすね。いきましょう、ほら、80%ループですからね、言うて。
ナビなし。うわー、終わったこんなもんだね。行きましょう。でもう一個行きます。お、ライオン行った、ライオン行った、ライオン行った、ライオン行きましたね。コンボ、なんかベルを成立させないようにリプレイ引きまくってコンボさせていくの。行こう。オーケー。遊戯説明してくれますね。あー、早い早い。うわ、早いってこれめっちゃ下手くそっす。いい感じにコンボ。うわ、早い。めっちゃ弱いよねこれ、めっちゃ弱い。で30で、あと1個いきましょう。おお、またライオンまでいきましたね。結構ライオン薄いっすけどね。おお、リプレイ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 。オーケーオーケーオーケー、リプレイリプレイリプレイ。おお、いいよ。リプレイ、これはコンボですよね。おお、リプレイリプレイ。いやー、放出っすねこれで。30、平均80みたいなんで、まだ足りん。あー、行っちゃった、弱いなー。あ、めっちゃ弱いじゃん。45、ゴリラが一番頑張りましたね。というわけでこっから残り230でまた目指していくと。なるほどね、頑張りましょう。いや、いいね、楽しい楽しい。やっぱすぐ溜まってくれるのがやっぱいいよね。まあボーナス行きたいな。下段、よーつ、強チェリー 50% のボーナスですからね。赤、キャバの玉、ゲーッと上げてくわよ。大丈夫でしょう。レインボーに変えてますもんね。あ、キリンで、あ、そういうことか。当たりっすね。はいよ、オーライ。うめえ、欲しい時に来るね。ダチョウ、オーライ、いけいけ面白い。これで1000枚ですからね。早いわ。オーケー、キャバの玉ボックス。ようけ舐めましたねこれ今回。5個くらい舐めたんちゃうこれ。あ、4個でしたね。1100、1枚獲得。オーケー、でミスターダック確定。よっしゃ、ダチョウやりたいっす。いきましょう、ミスターダグいきます。ダチョウいきましょう、いきます。もう来たさんすけどね。来たーっつって10ゲームで、まあ、ちょっと遊戯説明見ましょう。宝箱ゲットで上乗せ、おお、バイバイ。上乗せなしが3回来るまで継続だ。いきましょう。なんで書いてあるかよくわからんわ。あかんねん、あかんねん。まあほぼゴリラ ST みたいなもんっすよね。で、なるほど、倍のやつを取ればいいんだな。ラスト外れ、めっちゃしょぼいじゃん。どうやったら倍になるんだってこれ。15ゲーム残り、192ゲームっすね。頑張ろう。ダチョウちょっともういいや、弱いわ。あ、激闘ステージの曲あるやん。これにしよう。ケンシロウがこうやってるわ今。ほんまにたまらんかったね最後。おお、なんだ、ハイエナ現れたぞ。これたまったんじゃない。ああ、行きましたね、行きましたね。で、ベル3連なんで獣玉ゲット。オーケー、
ようやくラスト1ゲームで黙りました。でここレベル引いてもうまいけど残念。いきましょう。うわー出たー。いきましょう。ここは絶対上乗せすんだね。はい、いきまーす。ダメ。で、まだ続くと。え、どういうこと。あ、上乗せなしが3回続いたのじゃなくて3回来たらか。ダチョウめちゃきついじゃんけ。あ、ラストアタック行くんや。でも獣玉ないっすよ。ないのに行くんすね。ボス励まし。はい、まあワンキルすればいいと。ベルで 40% で倒せるみたいなんで行きましょう。泣きの一撃。4% らしいっす、リプレイは。はい、あ、ドートロビー出た。ってことは設定2以上っすね。はい、1333枚。まあ行きましょう、続けていきましょう。めっちゃ出たわ。特に何もしてないけどね。いきなり ART 入っていきなり1000枚ぐらい出た。でもまだプラスにはいってないんでね。じゃあもう一回ぐらいで当たり目指しましょう。強中陸さえ落としたな。これちょっとボーナス、あ、でもボーナスから蹴ってるか。いやでもこれ多分強中陸でしょう。これはボーナスですよね。はい、18ゲームビッグボーナス。はい、ごめん、これでプラスイギットけど、まあまだ続けますね。これでもさ、肉集めるの結構きついよね。はい、1個しかダメられなかったですね。で、そこ行くみたいですね、中央モードには。止まれー。痛い。おい、痛い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 。中央モード行きましたね。ありがとうございます。 OK。 というわけで、まあ懐かしの中央モード、この辺は多分変わってないと思うけどね。行きましょう。逆押しチャンスさせばいいんでしょう、どうせ。違うんかな。前作も、あ、これですね。あ、中押しチャンスなんだ。お、あ、ベルか。あ、チャンス目青。態度 50% らしいんでね。決めたいな。はいはいはいよ。2回目、3回ぐらい行きたいですね。オーケー、ライオンだぞ、チャンスだろ。色は変わらず。チャンス目3回引いてる。シマウマボン、シマウマボン、ライオン、ライオンルーレットか。はい、ネクスト、ラストスレ行きましょう。行け、そこ止まれ、止まろ。3回引いたんですけどね、チャンス目ダメでしたねまあしょうがない。なんか思ったよりも舐めてました、結構。なんか毛嫌いしてたんですけど、前作がちょっと苦手だったんで。打ってみると意外とサクサクボーナスもいけるし、楽しい感じはあります。ただ ART 通常ルートから入れてないんで分かんないですけどね、どれぐらい大変なのか。A ゲーム、あ、夜行ったぞ。絶対いいでしょ、こんなん合格。これこそ合格論があるんじゃねえのか。多分超合格とかそういう概念はないと思う。ああ、そりゃそうだよ。中央モード以外のチャンスと一回もやってないわ。もう一個の方、多分そっちの方が入るんですけどね。まさかこんなにチャンスと入れるのきついとは思わなかったよ。一番きついやんけ。
ティ入れるよ、リクス。どういうことや。これさ、みんなには黙っとこうと思ってんけどさ、実は今711ゲームハマってるんですよ。天井でしょ、2日連続。昨日もゼーガで天井行ったし、まあ、ゼーガに比べると多分はるかに天井行きやすいとは思うんですけど、まあ油断しないようにはします。まあ、多分でもギリ持ち込んでいけんじゃない。でも天井 OK が別にそんなね、ただ AR で入るだけなんで、そんな強ないから、まあ順調にはまってはいるね。今824ゲームやけど、これね危ないっすよ。999なんですけど、824ハマってる、826今ハマってるって思わない方がいい。昨日も言ってた、天井行くコツ、まずゲーム数を見ないのは大前提ね。これだからずるいっすよね、ここにあるの本当見ちゃうから。で今200ゲームって思い込む、すると引きめっちゃ悪くなるから。 OK、 もうこれで完璧。まあ多分ね、天井行くのが一番 ART 持ってくる早いわ。これ俺まだゲーム数見てないですからね、見てるようで見てないですからね。多分今300ゲームぐらいですかね、分かんないですけど。うわ、天井まであと700か、クフー、きついね。ちら962、もういいやろこれ。いやでも分かんない、これほんまに油断したらブラックラグーンの二の前になるから、いきなり大爆レインボーみたいな。もうあれほんま怖かった、怖かったっていうか、もうアウトやってるけどな。やめろやめろやめろ、おい弱点やろ、弱点、よしよし、こわっ、ふざけんなよ、お弱点なんでビビらなあかんねん。油断すんな、あと100ゲームぐらいと思ってこ。さあ998ゲームよし、持ちメダルこれだけですね、これだけと32枚、もう入れちゃいましょう。で999、はいはい、で天井っすね、いきます。こっから天井始まるのかな、はい、そうっすね、煽ってますね。よし、せっかくや、写真撮るぞ、記念や、記念。もうね、本当にもう天井マスターですからね、エアマスターじゃないよ、天井マスター。そこそこ来る。なんやねん、そこそこ来るってどういうこと。誰だ、ライオン神、伝説の祠にあると言われている。なんだこれ、全ての動物が栄えるか、覚悟ができた者にだけ道を示す。まだそれっぽいこと書いてますわ。 よく来たな、ライオンよ。できたんだ、はい、サバンナチョンスへ。というわけで、まあ天井サバちゃんですね、投資は変わらず持ち込み残り16枚です。サバナチャンス、違いましたね、忘れてました、サバンナチャンスですね、いきましょう。ふざけろ。まあ直撃の時も案内するんでしょうね。さあ頑張ろう、いきましょう。めっちゃしょぼい、一番しょぼいっすね。頑張るか。上段リアがないの、止まってほしい。なんだ、あーベルレンか、あーベル2連で取れましたね、いったろ、よーらベル、これが3連目、ほらほら、もう1回、あー惜しい、あーくそー、あと1個
から俺はやれる。チャンス目、チャンス目来い。頼むで。あかん、やばい。こっからやぞ。あら、いったろ。しゃー、よかった。よしよし、とりあえず生き残った。いきます、いくぞ。怖い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 、覚醒なし。よら、4パー取れ、超えろ超えろ。あー惜しい。でもライオンいける。いきます、いいよ。まだ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 、おー、いけるいける。100コンボいこう、100コンボ大丈夫大丈夫、いいよいいよ、大丈夫大丈夫大丈夫。あ、いいいい、めちゃコンボしてるよ。いや、行ってまいりましたね。行きましょう。50止まりか。いや、もうこんなもんもうリプレイしか行けへん ART やねんから。大丈夫、ライオン強いよ。レーク、よし、外れか。全然 OK。 あーやー、25。まあ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 、早いよ。合計80、全然上出来。残り95っすね。よし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 、ボーナスいける。こんだけやったらボーナスいけるやろ。いい加減いけと。なんだ、冗談リプレイなんかないよな。おー、チャンス目、落ち順でのチャンス目、激アツ。よっしゃ、ボーナス取ったの。これは赤系ではない、ダチョウ系か。いや、待て、わからん、造形かもしれん。赤、よっしゃ、ビッグ、オーケー。よし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 、1102ゲームぶりですよし、頑張ろうぜ。オーライ、やー、来た、ドラッ。これでミスターダックストック、危なかった。かわいいな、やっぱダチョウやな、時代は。はい、ザ・キング・オブ・ビースト301枚の3個ゲットでビスターダックゲット。よっしゃ、さあ行きましょう。覚醒ラッシュ、覚醒ラッシュ、おら、ゴー、ゴリエスね、ゴリエス、行きましょう。オーケー、オーケー。ベル、ここで3連してるんですけど。あー、来い。いやー、40、弱え。残り115。ちょ、頑張ろう頑張ろう、頑張れライオン、走れ。よし、こっからやぞ。ジャスティス、いやー、なんだよ。ドライ、よっしゃ、ラスト1ゲーム、いやー、信じろ、もらったー。だー、はい、じゃあ4個やね、頑張ろう。はい、はい、OK、 じゃあ5回戦えるね、いきまう。ダチョウ、お前じゃ無理だ、引っ込んどけ、ダチョウ。ベル、ダチョウマジ引っ込んどけよ、お前。ラスト、いやー、もうこれはきついわさ。めちゃめちゃあっけない終了ですね。523枚。いやー、マジかー。まあもうこれが限界だね。
まあもう時間もいい時間なんでこれで終わりますわ。多分生き物人が多分ないと思うんで実戦終了。まあただ言えることは銃はおもろい。いや俺結構毛嫌いしてたところがあったんすけど全然面白かったです。まあそれもちょっとエンディングで言いたいなと思います。がおがおがおさばんがチャンス。はい、では僕の実践の方終了したんで、まあ今からドラマ状況を見ていきたいなというふうに思います。まあ絆いやもう結構ぶち抜けた台がやっぱありますね。まあめっちゃベース高いと思います。グラフもめっちゃいいし球も積んでいると。あのねこれアベレージ出したら多分すごいことになるよ。めっちゃ強いっす。これもほとんどの台がプラス域に行ってるんで抽選引いて勝ったら勝つかな。で次どんどん凱旋もドラマ強いんでちょっと見てみましょう。この辺も内からのあたりがかなり積んでますね。でここもすごいな、すごい。だからなんか粘れるグラフなんですよ。うわおっとフリーズした、フリーズしてる、素晴らしい。あ、わかんない、さすがに押していい？俺中から押すけど大丈夫？あれ？でるー、おめでとう。すごい、素晴らしいですね。めっちゃ積んでる。俺が押しちゃったよ、ゴッド。で、まぁ、あ、ちょっとバナの方行こうか。このライブもちょっと見てください、これ横の中央やったんですけど大量で、こっちもギアス、もう一撃じゃないんですよね。51回ついてるもんね。で、ビンゴ、もう弾めちゃめちゃ積んでるし、ニッセモノ、これエースのじゃない方2台とも積んでるのと、ゼーガ、あ、ゼータガンダム。いやいいね。これなんか思ったよりちょっとバラ弱いのかなと思ってますけど全然ですね、強いで、ユネカもいいね、最高で、こっちもマーラ2がもんで上がってるグラフなんでめっちゃいいっす。はい、てな感じで、全体的にかなりベース高くて、また来たいなって思えるような、コールさんでした。お疲れ様です。まあそうですね、まあ、またここのお店来たいなというふうに思いました。お疲れ様です。はい、というわけで、お疲れ様で実戦終了しました。もうね結構夜も深くなってきてるんですけど、まあ、時間がねまた大体7時過ぎですね。まあ、今から名古屋帰ってちょっと、夜かなっていう感じです。はい、本当になんかもう実戦時間もうマジでやっぱかけられてて初の長野ってことで本当たくさんの人来てくれて、本当にみんな優しい人ばっかりで、本当に、まあ、そっちの実戦がメインだったのかなって今日はいうふうに思います。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません。まず朝一沼打ったんですけど、ほぼカットされたんちゃうかなっていうふうには思うんですけど、まあ、暑い日あったんですけどね、まあ、全然ダメ でその後獣王、僕本当毛嫌いしてたんですけど、毛嫌いっていうか前作が苦手やって、なんかもう本当に2ゲームだけ回してやめるみたいな台やったんですけど、なんか今日打ってみるとなんか本当になんか割と面白かったなっていうふうに、まあ、コロッと意見変えちゃって申し訳ないですけど面白かったです。やっぱ5個で行くっていうのも暑いし、まあ、ベルレンの暑さ、まあ、レバーの暑さが暑いっていうのも当たり前なんですけど、あとはビーストチャンス一発で壊れる可能性もあるだとか、本当にいろいろ面白かった。あとボーナスから、まあ、一発 ART につながるのは結構薄いと思うんですけど、まあ、ボーナスがしっかり役割果たしてる、 ART 中もボーナスが役割果たしてる A プラス ART っていうのが僕が大好きなんで、とりあえずね、初の長野、勝利できず、あ、ごめんなさい、収支の方が、投資の方がね、1650枚、回収が540枚、負けです、負けでしたけど、まあ、本当に、長野の初実戦、まあ、素敵なところで打てて、で素敵な方たちに囲まれて打つことができて本当に良かったなというふうに思ってます。ただ一つ許せないのが、こちら、なんだこれ、なんでこの宣材写真を使ったと、もうそれだけはね僕は本当に許せないぞということでございます。はい、ゴールデンウィーク散々遊んできます。お疲れ様でした。ありがとうございます。